YouTube をご覧の皆様、ボンジョールのヒゲゲームズへようこそ。寝るのうちです。はい、今日はね、新超絶エンマ展だっけな、はい、やっていきたいと思います。とりあえずね、1回入って全然ダメで、ダメージボール中心のパーティーで反射貫通2回ずつという形で組み直してみました。はい、ちょっとね、勝てるか分かんないけどやっていきましょう。ゲージ見すんでくれよ。音がね、少しずれちゃう。最初に言い訳しとくからよし。あれだよね、クロスドクロのやつだよね。このプヨをやっとけば、これが反射に変わってっていうところまでは分かったんですよ。うん、そうそうそう。で、ウィンド持ちをね、一応積んでみました。ランスロットはまあ、フレワークなんですけど、両方いけるからね、4ターンで貫通になれるんで、いいかなと思って。さあ、これ弱点だよね、多分ね。倍率かかってんのかな、弱。おっと。うん。キラーがね、乗るっていうのはありがたい。顔には爆発すんのかしら。うんうん、ここまでいい感じですよ。なんかダメージボールも毎回じゃないっぽいしね。ノアで加速できる方が同時倒しがね、しやすいかもしんない。ふぅ、まあ爆裂ほどじゃないと思うんだけど。うん、ガッチン一体か。サイゾーってスピード型？何型？足どれぐらい速いんだろう。あ、砲撃型か。こんな感じでどう？オッケー。なんかどんどんね、弱点殴ってみようか。あ、ちょっと待って、アグニこれ、大丈夫か？わあ、怖い怖い怖い。まあ、爆発とかないっぽいね。おお、いいダメージ。わあ、やだな。クロスレーサーもうね、あれだよ。あれからトラウマだよね。アルマゲドンで。マゲドンさんのクロスレーザーで何度やられたか。あれもね、弱点殴りに行って、こうボスに近づいたらバーンみたいな。誰だっけ、次サイゾーか。なんか貫通で倒しに行った方が良さそうなんだけどな。一応まあやっとくか、手順通り。うん、手順通りというか、手順合ってるのか分かんないけど。はいはいはい、このね、ティグノスのやつね。オッケーオッケー。なんかもう主流になりつつあるね、今までの難しいやつが。このあれね、ラグナロクのボスの、あ、ザコの配置変わるやつとかさ。ランクレーザー打ち込みたいな。あ、そんなに入んないのか。結局は直殴りかね、やっぱり。まあ、困った時の蓬莱の亡霊っていう感じで連れてきてみました。ラファエル持ってないからね、ここは。まだ大号令はね、やっぱり強いですよ。あんま殴り入んないのかな、どうなんだろう。やっぱ反射でカンカンしていった方が強いのかな。うん、入れないよな。判定がまだ全然わかんないからね。優勝もいまいち。おっと、なるほどね。これ減速しちゃうだろうな。オッケー。
いや、このこれさ、蘇生させるされたら全然口が回ってないんだけど、蘇生されたらとっとと倒さないとあれだね、即死きそうだよね。この次の2ターンとかめっちゃ怖いんだけども、すでに。わあ、そっち入んねえんだ。なんか嫌な予感すんなこれ。大丈夫か、剣取って。あぶねえ、今のなんか即死だったっぽいよね。あんのかわかんないけど。ふぅ、おーおーおお、なるほど。次がノア。あー、ランスロットスタートが一番良くないね。反射までいけないもんな。そうなっちゃうね。さあ、これもたもた知らないよ。それで蓬莱で全部やんないとまずいってことだね。オッケー。いや、気持ちいいね。そんでちょっと剣持ってる状態で再造の SS を今のうちに打ってみようかな。ここでダメージ入んないって分かったらもう今後打たない。まあ、そんなにね、強いわけじゃん。張り付いてランク当てるための SS だから130万かある。おお、危ねえ。おお、ハート取っとこうかね。怖いな。これビットンのどっちか、2か1、この次の1かな、蘇生。そうだね、おそらくね。やだな、蘇生されたくないんだよな。だって無理か。いや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 、どっちで復活するんだろう。不要かな。ああ、よかったよかった。これだったら多分ノアで加速すればドフでいけるでしょう。よし。ああ、ハートまで取って、それは余計だな。またあと頭の2ターンってこの次の1ターン怖いんでね。なんかやってきそうじゃないこれ。ちょ、念のため打っとこう。湖の乙女よ、アロンダイトの聖なる力を。ふう、そろそろボスかな。どうだろう、バトル4。え、なるほどね、長いね。本当はクヨのまま処理した方がいいと思うんだけどね。ここでもう一回 SS 貯め直せってことなのかな。なんか鬼怖いな。鬼爆発しそうだよね。おお、めっちゃ入るな。最近寒くてさ、寝てる間になんか布団がなくなって、朝起きたら体がねカチコチになってるんですよね。でもこういう身長ですとかになるとね。お、ボス来たけど、あれだよね、なんかこう力んじゃうね。あー、ミスった。あー、危ねー、ラッキー。なるほど。ただ蓬莱上にいるな。やだなこれ、配置が悪いっすね。ああ、よかった、あのは連れてきて。
うん、他の雑魚がいないとねやりやすいね。うん、ボスになってからなんか弱点以外も入るような気がするな。まあまあ気のせいかな。ビットンこれ守ってるってことはさ、うん、ちょっと奥入ってみようか。楽しいね。お、結構ダメージ出るね。いいねいいね。どうしよう、ハート育てたい。このターンで倒したらいいんだよね。そうだ、育てない方がいいか。オッケー。はいはい、貫通スタートでいきましょう。3ゲージかな、3ゲージだね。明らかにこれ貫通残しの方が良さそうだけどな。貫通不要残し、まあ宝来打てるからいっか。もうさあちょっと暴れ気味でノア拾って、あーやっぱ俺来てんないか。いやこのパターンが一番良くないやつじゃないこれ。あ下がってくれんの、なるほど。それならまだいいや。のは下の方にね置いといて、宝来で降りていきましょうか。いやこれうかうかしてたらやばそうだよ。 HP の減りが怖い。よし OKOK。 あれ何これ、ああびっくりした。ああよかったよかった、もう一回やんなきゃいけないのかと思って。アグニのさ爆弾が微妙に痛いねこれね、地味にね。いやーこれ大丈夫か。うわーハートハートハート、ちっちゃい。やばそうこれ。メテオ撃つか。どう撃つかな。ちょっと賭けで、あそこのブーツが拾えればいいけど。あ、拾えた。オッケー。これでどんぐらい出るか。4点。全然全然出ない。ちっちゃいハートのおかげで助かってるけど。いや、やばい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 。ダンクと賭けで SS 出せにいけ。よし、いやー今の今日のハイライト分かんないけどこれ勝てたらね、いやヒヤするよこれは。またあれか、カッチンやればプヨ3列並んでくれるやつか。3列じゃない1列で。ああいいねいいね。ただどこに挟まってんのこれ。俺は場所が全然良くないな。右下から回れる？おお、ナイス入れ歯。運ゲーじゃんこれ。やばいな。よし。鬼ちょっとやっとくか、怖いから。やれてないけどね。まあ、ハートがあそこにあるでしょ。あれ残して、よし、ここで亡霊撃ちましょう。亡霊撃って。はい。おー、いいダメージ出た。いいダメージ出たよ。そんでハートも残してね。最高じゃん。鬼これ爆発したら終わりだよな。ハート取っとこうか。よし、鬼倒した。オッケーオッケーオッケー。あと1ターンでしょ。
ここでランスロット溜まってますからね。もう立てていこう。ストライクショット。よし。よし。いや嬉しい。やっぱ初日に勝てると嬉しいね。しかもこのねカメラ回しながら勝てる勝つってのはなかなかやっぱプレッシャーなんですよ。うん。まあそんな PS ね高くない、ここまで見てもらった人は分かると思うけどそんな PS は高くないもんでね、喋りながらわけわかんないこと言ってるところもあるけど、まああのこんな感じで初日、初見クリアできる。おー一度、あそうか、まあ初クリアのね報酬がもらえますということで、はあ、14分もかかっちゃったね。はい、じゃあスクリーンショットありがとうございます。はい、とりあえず疲れたからね、喉がカラカラですよ。もういただきます。あーうまい。はい、というわけで閻魔天の初回降臨でした。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。このキャラ強かったよとかあればコメント欄で教えてもらえれば幸いです。はい、あとツイッターもやってるんでね、よかったらフォローしてください。それではまた次の動画で。チャオ。